平屋地区は周山街道をたどって美山町で最初に出会う場所。美山ふれあい広場には京都の森の案内所やさまざまな特産品を扱うフラット美山、美山牛乳をふんだんに使ったジェラートが人気の美山の恵み牛乳工房は多くの観光客でにぎわいます。天文20年宋雄道の開基で浄土真宗となった西乗寺、境内にある阿弥陀堂には国の重要文化財にも指定されている阿弥陀如来と両教授座像が安置されています。浄土真宗中興の祖といわれる蓮如上人ゆかりの洪水寺、境内には蓮如上人が座ったとされる御在寺が残され、すぐ近くにはその眺めが素晴らしいと絶賛された蓮如の滝が今も穏やかに流れています。